どうもおゆきです。今日はシオンステークスとセントールステークスと京成杯オータムハンディキャップの予想を発表します。皆さんぜひ参考にしてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。私の予想動画はですね、あくまで前予想なので、当日パドックの状態を見て馬券がこう買い目とか変わったりする可能性はあるんですけど、その点はご了承ください。というわけで早速シオンステークスの方から予想入っていきたいと思います。中山 2000m の芝のレース、そしてこれはですね、1着から3着馬が秋華賞への優勢出走権を得られるということで、まあ、各馬気合入ってるかと思うんですけども、本命馬エミューでいきたいと思います。モリアーナと悩んでエミューにしたんですけど、モリアーナにしなかった理由はジョッキーです。横山家がどうしてもやっぱ横山武史さんを勝たせようみたいな傾向があるので、モリアーナを本命にするのは危ないかなと思いまして、エミューは中山適性もあるし、もともとちっちゃい馬なんですけど、まあ、414キロぐらいかな、ぐらいの小さい馬なので、今回夏をしっかり休ませたことで、まあ、しっかり成長もしてくるんじゃないかなと思ってるんですよ。身長が伸びて体が大きくなってくる頃かなと思ってるので、馬体の成長という意味でもこの馬が一番楽しみなので、本命にしました。で、買い目なんですけど、ちょっと広げて3連複15点でいきます。エミューから相手馬にアップトゥーミー、君の名はマリア、グランベルナデット、ヒップホップソウル、マーゴットミニモ、ソレイユビータ、はい、以上6頭に流して15点でいきたいと思います。で、京成杯オータムハンディキャップなんですけど、これはですね、まあ、名前の通りハンデ戦なんですけども、サクッといきたいと思います。中山 1600m 芝のレース、本命馬当選ローリエでいきたいと思います。買い目なんですけど、3連複10点で勝負します。当選ローリエから相手馬に 5頭、アスクコンナモンダ、インダストリア、ウィングレイテスト、プラニット、ラインベック、以上5頭に流して10点勝負でいきたいと思います。最後、セントールステークス、阪神1200の芝のレース、はい、スプリンターが集まりましたね。今回結構メンツが、まあ、A メンツ揃ったなみたいな感じで、ちょっと悩んだので珍しく調教の方も調べました。はい、で結構いいタイムを出してる馬が多いのと、調教本数結構やってる馬っていうのも多かったので、ほんま気合入ってんなっていうのを感じたけど、今回、セントールステークス本命馬はスマートクラージュでいきたいと思います。ビッグシーザーはもちろん一番人気かなとは思ってるんですけど、今回ビッグシーザーは大型馬の休み明けということで、強いのは分かってる、能力が高いのは分かっているが、一旦置いときたいと思います。オズ的にもな、あと美味しくないかなと思います。で、スマートクラージュにした理由なんですけど、基本的にはまあ大崩れっていうのはあまりなく、デビューからずっと堅実に走ってくれているという点を評価しました。もちろん負けるときはね、もうパサッと負けるんです。基本的にはちゃんっていうイメージがあります。で、操縦性も高いのかなと思ってまして、どんな展開になっても自分なりの走りができる馬はこの子じゃないかなと思います。はい、で最終追い切りスマートクラージュは馬なりで、反応を見る程度でやってるんですけど、いい動きをしていたようなので、当日もいい状態で、まあ、出てきてくれるんじゃないかなと、信じて本命にします。で、3連複はフォーメーションで、スマートクラージュから2列目にエイシンスポッターとビッグシーザー、3列目にアグリ、ジャングロ、ピクシーナイト、ビッグシーザー、森のドリーム、ロンドンプランという感じで、個人的にはロンドンプランもめちゃくちゃ楽しみにしている一頭です。まあ、1回ね、本命にして、まあ、その時は全然ダメだったんですけど、この子も本当いい馬だと思うので、どっかでなんか、まあ、花開く瞬間来ると信じてる馬なので、今回当日パドックの状態とか良ければ、そのロンドンプランからの馬券も考えたいなと思っているぐらい楽しみな一頭です。はい、というわけで今週の重賞3戦こんな感じで予想しましたが、ぜひ参考になればと思います。私はですね、今日絶賛の二日酔いでちょっと顔やつれてない、ちょっとむくんでるしな、ポカリ飲みながら今日に水分補給をして二日酔いと戦ってる。昨日友達と飲みに行ってて、二人で一軒目に、まあ、イタリアン行っててんけど、1軒目でそもそもワイン2本開けてて2人で、でその後にバー行ってんやん、バー行ってそこでもワイン1本開けて、でそのバーでお会計して、そのお会計したぐらいから全く記憶なくて、気づいたらさ、女2人でさ、手つないでタクシーで寝てたやばくない？でもその後も、ほんで私はいろいろあってんけど、その後その友達をお家に送って、その後ね、もう1人でいろいろやらかしてるんですけど、やばい、ちょっと気をつけようと思いました。皆さんも酒を飲んでも飲まれるな、気をつけてください。はい。
というわけで、皆さんこの動画、参考になったよとか面白かったよって方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタとツイッターもフォロー待ってます。はい、では皆さん今週も競馬楽しんでいきましょう。それではまた来週予想動画でお会いしましょう。バイバーイ。